これがちょうどね、入れ替えてから1週間だったカブトムシの幼虫入れ、普通の飼育ケースだよ。これに手で触ってみて乾いてたら、ちょっと霧吹きで水あげてみようか。これでやった方がいい。そう、それでやっていいよ。じゃあまず手で土ちょっと触ってみてさ、濡れてるかどうか見てみてよ。はい、触ってみて。どう？少し濡れてる？じゃあ少しだけ濡らしてあげて。もうちょっと全体的にやって。そう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 。おーしよしよし、いいだろう。濡れとるね。あ、こんなもんかな。ちょっと中幼虫いるか見てみる。なんか一番下に幼虫いるはずなんだけどな。おるかな。どこにもおらん感じするけど。よし、次はこのペットボトルの中だよ。この前2つに分けて入れたでしょ。だからこっちにももう1匹いるはずだ。どうすればいいか。じゃあちょっとこれ今から出すからさ、ちょっと、はい、行くよ。次こっち。じゃーん。こっちはペットボトルの中で育ててる。よく見るとどこかにおらんかな。下にも水はそのペットボトルの中にやればいい。そうだよ、ペットボトルの中にやればいい。これはこうやって開けて、あ、じゃあこれ持っといて、うん、はい、持っといて、これを一回どけないといかんのよ。見れないようにしてある。虫が出ないようにしてるんだ。コバエがね、出ないようにしてる。上から見てもいないね。中で食べてるのかな。下押さえといて。じゃあ次。え、そう、 OK。 じゃあ濡らしていこうか。はい、お父ちゃんがこうやって押さえておくから。そうそう、うん、こんなもんかな。よし、ちょっと待ってよ。じゃあ土かぶせるよ。またこれで1週間放置していこうかな。かけてさ、うん、穴から下げ抜けていかないよ。こうして押さえとけば大丈夫。そして暗いところが好きなので、こうやってかけとくと、ほらまた暗くなったでしょ。これでまた1週間置く。これでまた来週大きくなってると、大きいカブトムシ出てくる。メスかな、オスかな、どっちだと思う？メス。楽しみだね。どれ、下は、あー、もう中潜ってるからね。よし、じゃあ今日はここまでにしよう。バイバイ、バイバイ。